はい、どうもこんばんは。 MNK サウンドのモンキーとおやつカルパスが好きです、副代表です。はい、これがおやつカルパスの動画じゃなかったら頭のおかしい感じの自己紹介なんですけど、今日はそのおやつカルパス、今さらなんかそんなの紹介するんですかってなるんですけど、肉だよ肉ボタンをこうえいって押したらガタンってその止まったところの爪が落ちてボンって出てきた商品があるんですよ。雑じゃない雑じゃない話の組み立て方ゲーセンに行きまして、はい、こうルーレットでボタンを押したところに爪があると、はい、それがポンって折れて、上の商品が落ちたらゲットっていうのがまさかの一撃で取れたんですよね、はい、それがすごい激レアなやつで、はい、おやつカルパス関連だったのでちょっとご紹介いたしましょうか。おやつカルパス風味カップラーメン、はい、エースコックさんからですね。そうですね、しかもあの株式会社ヤガイっていうですね、おやつカルパスを出してる、はい、山形の会社の野外とエースコックがコラボ。でかいよ、ね、この4色入りっていうのと、あと筒状の3色入りがあるんですけど、このビッグボックスを手に入れましたので、おやつカルパスの美味しさをイメージしてるらしい。エースコックのスーパーカップミニっていうスーパーカップのちっちゃいバージョンのラーメンがあるんですよ。それと同じ大きさで4色入ってると思うんです。食っていきましょう。あ、かわいい4色4色入ってましたよ、ほらすごいでちゃんとね、プラスチックのスプーンもついてるんです。じゃあ、ご覧ください。なぜか5本入ってる、予備かな本当にこれアミューズメント専用らしくて、どこにも売ってないんです。見たことないよ、うん、見たことない。いや、中古で買うの嫌じゃんなんで中古、ラーメンの中古ってみたいな、怖え。開けてみよう。粉末スープと、はい、本当に麺のみです。このまま食べてもダメなのかな、チキンラーメン的な感じではないの。いや、だって火薬にスープ入ってるのにスープなしでやったら素材の味だねあ、いい匂い、なんか昔ながらの中華そばの匂いがする、あの夜泣きそばみたいな。そうそうそうなんか匂いだけでも結構カルパスだよね。カルパスだよね、これコントローラー壊れるよカルパスって何だっけ、50本入った箱のやつがよく売られてるんですよ。500円ぐらいでね、定価500円ぐらい。あれあったら無限に食べてますからね。で、無限に食うし、無限に酒飲めんだよ、あれあれだけで十分あの、あなたへの話だけど、うん、山形が誇るものとしてさくらんぼ、おやつカルパス、電力豆それをこう貢ぎ物としてやってったらな、ずっと文句言わなそうで。プラスアルファミルクケーキがあれば、ああ、三重市から四川のになったわすっげえいい匂いしてきた。うん、お腹空いてきた。いや、コントローラーの匂いしちゃったいただきます。いただきますよ。よいしょ、あー、ちゃんとラーメンだ。すげえ、小腹空いた時とかにいいもんね。ほら、ちゃんとラーメン、あのね、豚麺よりもしっかりしてるよ。うん、豚麺もね、豚麺も好きなんだけど、ナルトが入ってね、ちゃんとほら、ラーメンになって、あー、すげえ、カルパスの香り。あ、そんな濃い味じゃないんだね。あ、本当だ、意外とあっさりしてる。あっさりしてる、うん、塩ラーメンっぽいね。でもちょっとなんかスパイシーな感じするよね、うん、そこが多分ね、カルパスの、カルパスをイメージしてるのね確かに言うてカルパスって濃い味じゃないからね。うん、あれがかかったら永遠と食べれないこれうまいよ、うまい一つ聞いていいですか。はい。子供の頃、こういうちょっとしたカップヌードル系で食べさせてもらいました。もちろん、うちダメだったんですよ。私、学童で働いてる時に、毎日おやつが出るんですけど、そのおやつのメニューを、まあ、月ごとに指導員が考えるわけですよ。で、私の当番の時に、まさしくこういう本当に乾麺みたいなタイプのお湯に溶かせばすぐ食べれるチキンラーメンっぽいやつをちっちゃいやつ買ってきて入れたんですよ。そしたら別のベテランの指導員からこういうのは入れないでくれって怒られたことがあって、なぜですかって聞いたら、保護者の方からうちではこういうのあげてないから出さないでくれって言われるのよ、なんでこれを子供に与えてはいけないの、私は食べたかった方だから、食べないんだけど、ハマっちゃうんじゃん。あ、まあ、子供がハマっちゃって、ね、そう、たまに食う分には全然いいじゃん、ただ子供のこう成長段階の時に
これを食べてハマっちゃった場合これだけ食いますよっていうのはよろしくない。なるほどね、肥満かもしれない、ね、そうそうそう。子供の時こういうのすごい食べたかったけど、うん、食べれなかったから大人になった今ラーメンが食べたくてしょうがない。なんだろう、激レアカップ麺だからねこれ、うん、取んないと食えへんな。そうそうそう、なんかアレンジレシピとか考えても面白い。そうもちんってしてる若干、うん、麺美味しい。これしかもね、これ1個あたりのカロリーが153キロカロリーなんですよ。そうだからご飯半分ぐらい。例えばこうおむすびとこれとかでもありそうだよね。うん、揚げ麺なのにカロリーがそんなないね、うん、そんなないのすごいね、うん、結構ペッパーが効いてるから胡椒いらないよね。あ、いらないね、うん、俺胡椒大魔人なんですけど。そうだね、見えなくなる見えなくなるから胡椒かけるんだけど、うん、俺でも結構満足できるぐらいの、うん、おいしいよこれ。なんだろう、すごい夢のないことを言うと、ゲーセンでチョコボールとかうまい棒とかがこう景品としてあるじゃないですか、うん、ユーロキャッチャー、うん、でまともに買った方がいいのは分かってるんだけど、うん、ついついやっちゃうよね。まともに買って食うのと、なんか取れそうだなと思ってポンってやって何気にやったっけ、うまい棒が5本落ちましたっていうのだったら満足度は後者なんだよ。ちょっと構わるじゃないですか、タワーになってる。しかもあのケースがアメズメント専用なの。そうそう、あれはケースがじゃん、これもう景品がアメズメント専用だから。そうそう、どうしても食いたかったこれは。アメズメントにしかない味とかもあるよね。そう、多分アメズメントにしかない味って、うん、メインで貼れないからボツになったやつを使おうだと思うんだけど、うんうんうん、俺これメインでいいと思う。確かにね、ガムシで売ってもいいと思う。いいと思うんだよな。これお餅入れても美味しいかもね、スープに。塩味だからね、うん、普通にいい商品だと思います。美味、うん、しいです。なかなかね、情報が出てないんですよ。ほんと小腹空いた時にちょうどいいわこれ。さっと食べれるし、そこまでお腹もいっぱいにならないし。ということで今日は、おやつカルパス風味カップラーメンアミューズメント限定商品でございます。こちらをご紹介いたしました。はい、はい、ということで、概要欄の方には商品の URL あれば載せます。はい、アミューズメント商品なんでこういうのって URL に載ってない可能性があるんですよ、うん、なのでこのその時はうまかったって感想だけ載せます。あと MNK サウンドの SNS あの概要欄の方にあります。 Twitter、Instagram、Pixiv ありますのでぜひご覧ください。あとパソコンから見てる方はエンディングで最新動画や再生リスト あのリンクがありますのでぜひご覧ください。あとはロゴマークの方からチャンネル登録できますのでぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、というわけでご飯食べました。はい、はい、あとはお酒を飲むだけです。はい。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。年内中にあげられるのかなこれ。頑張れ。来年の俺の目標、編集を覚えさすにしよう。寝る時間半分にすれば大丈夫だ。やだ。